こんにちは、こんばんは。もう第何弾か忘れてしまいました。猫パンの機械、EX。今回は、ダミさん、という男、についてご覧ください。ちなみにダミさんに作っていただいたキャラクターたちは未だに新 PC 並行されていません。申し訳ない。さてさて、試合開始です。コさんは、メリスナ、メガタンを含む入撃限定。対するネコパンは、赤霊、ネギの美爆、リベロ、レア、VTF、修復中に、ようこそ、クロナノさん、レプンカムイ、赤曲を出しました。ドラさんオペ、実配ヌハ、のいつもの編成。おろし忘れたスマホは見なかったことにしてください。これまでのダミアン、すでに3周目に突入したガンダムブレイカー3、その相手について語りは始める。主人公機はもちろん、ライバル機、そしてそのライバル機の師匠にあたる機体についても熱く語り出す。その熱いパトスは単純な機体構成にとどまらず、登場者背景や世界の成り立ちにまで及ぶという、縁は軽い好奇心から、そのパンドラの箱を開いてしまう。ダミさん、それってどんな背景なんですか？にやりと笑うダミさんが見えた気がする。それからその世界観を軽く2試合半分は一人で語り続け、クロナノさんに息をつく暇を与えない。話始める前に、チーさんは軍の妄想はできている。と豪語していたが、とんでもない。主人公たちが登場するまでの世界観だけで肉入は軽いだろう。昨今のライトアニメ層からすれば、異世界、などを埋めれば4クールはいけるに違いない。簡潔に話すと、地球連邦の成り立ち、から始まり、反乱軍の擁立、ガンダムと称される存在の出現、アンチガンダムガンダムブレイカーの出現、と、ここまで来てようやく主人公たちが登場である。もちろん各章ごとにパトロンの存在や、技術体系もろもろの話がてんこ盛りなのは言うまでもない。圧倒的な妄想力にも驚きを隠せないが、彼はその妄想を引き出しの裏に書き留めていた。というのである。アメージングである。クロナノさんなどは、気がしの裏にびっくりだ。何の暗号か。とつぶやいていたのを弦は聞き逃してはいない。ともあれ、天性のマルチタススプレイヤーなのだろうか。語り続けた3試合はなぜか強豪3着にも危なげなく勝ち続け、ダミさん、絶好調。である。そして迎えたナンバー5さんとの一戦。一つ前の試合でイタチさんから、うるさい、黙れ。お浴びせられるも軽いトランザム状態でシャープナンバー5さんから勝利をもぎ取っている。と、前振りだけで、スマホを持ち出したゲンはすでにジュピターによって退場しているが、試合に戻りましょう。残りは、メリスナ、メリクネ、メガタン、の3機。相手はゆっくりとタグを取りながら、ダイム押し上げは決める。砲台の右サイドではイタチさんメリスナクロナノさんによる心理戦か。左サイドでは、メガタンがじわじわと角度をつけは決める。と、早く決断しないと、データ取られちゃうよー。さあ、メリスナ引っつける。い、任せろ。ナイス。メリスナを浄化し、残すはメリクモ、メガタンのみ。
でもやってやるぜ。トランザーム。